メンタルエステスクール代表の斉藤幸男です。さて、11月16日月曜日、今日のワンポイント開運メッセージです。今日のワンポイントメッセージは、はい、こちらです。これはね、コミュニケーションです。まずコミュニケーションを取る上で、まず大事な思い方っていうのは、自分と同じ人は誰もいないということです。頭で分かっててもね、なかなかその同じ感覚を求めたがってしまうのですが、人はみんな違います。そのことをまず肝に銘じてみましょう。今日のワンポイントメッセージはコミュニケーションでした。